アレクサンダー・ファンデア・ベレンは、オーストリアの政治家、経済学者である。第12代オーストリア連邦大統領を2017年から、務める。ソ連のスターリン主義から逃れた、フランドル系ロシア人貴族出身の父と、エストニア人の母の間に、ウィーンで生まれた。インスブルック大学経済学部を卒業して、1970年に、博士号を取得した。 アレクサンダー・ファンデアベレン2016年のオーストリア大統領選挙に緑の党が支持する無所属候補として出馬し12月4日に行われた再決戦投票で右翼政党の自由党候補ノルベルトホーファーに対して得票率53.6%で勝利したファンデアベレンは首都ウィーンの他北部オーバーエースターライヒ州や西部のフォアールベルク州 チロル州などで得票を伸ばし、勝利に結びつけた。ただし、ハンガリーと国境を接するブルゲンラント州、スロベニアと国境を接するケルンテン州や、シュタイアーマルク州では2015年、欧州難民危機の影響もあり、移民、難民の排斥を訴えるホーファーが票を伸ばした。ありがとうございます。